はい、どうもどうも。今回もホワイトクロスをやっていくぞ。前回ルクスさんも仲間になって次の町へってところでしたが、せっかくだしこの町の散策とかサブクエ消化とか FOE 討伐とかやっていこうや。5人陣形もチェック。サガには詳しくないけど元ネタありそうな陣形がずらっと。ロイヤルクロスは後ろのポジションが一番安全だとのこと。安心して戦え。ルクスさんのスキルも確認。炎、水、雷、闇の全体魔法とアクティブエレメンタルは地層が2倍変わりやすいフィールド魔法っすね。超必殺技のブレインウォッシュバイパープレッシャーは闇攻撃プラス洗脳。 LOL の旧アーゴットのハイパーキネティックポジションリバーサーを彷彿とさせる五感。ええ、街を探索しようってことでとりあえず一番でかいタワーマンションを訪ねましたが、誰かの部屋に入るたびに何あなた早く出て行って的な反応をされ、傷ついたので怒りの全カットとなりました。ドラクエの勇者になりてえよ。でもタワマンに併設されてる上級者の館はマジで良かった。神施設。洗脳ステータスは1増えるごとに異常とデバフの基本成功率が 0.25% 上昇。バフデバフの効力が基本値に対して 0.5% 上昇。毒ダメージが4上昇。戦闘システムのオタク向けの情報しかねえ。こんなのばっかりで大満足です。あ、車掌さんじゃん。同じ顔ばっかりで見分けがつかなかったよ。キャンディ3つ。めっちゃ大金じゃん。モンスター素材だけで稼ごうと思ったら30分はかかりますよ。みんなで出し合ったのか、助かる。みんなで出し合いづらいよな、キャンディって。 0.1 キャンディ紙幣とかやっぱあるのかな。む、こんなところに隠し通路。これ一生気づかない人もいるだろうな。そしてその先にはゴミ捨て場を漁っているぬいぐるみ。このゲーム V の方とかゲスト出演してたりするらしいし、その中の一人なのかな。すげえ特徴的な見た目だし。赤月さん、見た目に反してかっけえ名前してるぜ。教団の地下牢から行ける地下水道。そんなサブダンジョンあそこにあったんだ。後で行ってみるか。なんとなく汚そうなやつが素敵なガラクタを落とすから集めてこい。全てがふわふわしてるクエストだな。怪我してと来たもんだ。まあ教団の受付で、そちらの地下牢の奥のガラクタが欲しいのですがってぬいぐるみが言ってきたら騒ぎになるかもしれんしな。サブダンジョンに行く前に酒場でクエストチェック。普段のサブダンジョンの闇落ち残党を退治しろってやつと、迷惑な客を懲らしめろってのがあるな。迷惑な客に関してはおねんね村で同じクエストがあって弱かったからカットしてたんすよね。それと同一人物っぽいな。え、ボディーガード。今回はお前らと戦うんじゃないのか。じゃあ呼んでみてや。洗脳おばさんじゃねえか。自発的にその能力使えるようになったの？いや、こいつの名前はボディガードだ。別人だこれ。こいつ
ただの焼き直しボスではなく強化されてまして、新技ハートキャッチで魅了してくる。あ、魅了されたウルさんがボディガードを隠れ蓑にして隠れた。隠れるをバフかなんかだと勘違いしてるな。魅了されたリムちゃんが範囲魔法を味方の陣営にシュー。本気でやめていただきたい。はっ、夢か。酒場になぜか併設されているベッドのおかげで助かったぜ。その後ちゃんと戦ったら普通に倒せました。洗脳と魅了はさっさと直そうね。普通に帰るんかい。何の説明もない、そういう生き物だったのかな。クエスト報酬の歯鎧のグローブ、これなんて読むん。歯ガン、まあ歯鎧でいいか。こちらのグローブ、なんと装備するだけで攻撃に防御低下デバフがつく。これは洗脳ステータスが高いスターさんに装備させとこう。槍をブンブン振り回すだけで麻痺と防御低下をばらまけたらさすがに強そう。じゃあすっかり平和になった光の教団の地下牢へ。お、一つだけ牢が開いてるわ。お邪魔します。しっかり狂信者たちが残ってるな。まあ根絶させちゃうとレアドロップ埋めする際に困るもんな。残党はいてくれた方が助かる。明らかにガラクタを落としそうなダーティダストくんいました。ほらガラクタ落とせ。うむ、リムちゃんとルクスさんの範囲魔法、全体魔法で大体の敵はぶっ飛ばせる。雑魚戦が半端じゃなく楽になったな。嬉しいことです。そんなこんなで採用にやってきたのだ。あ、正気に戻った教団から撤去されてた魔王様の像、ゴミ捨て場を経由してここに拾われたのかな。しかしこいつらはルクスさんを倒しても正気に戻らなかったのね。ルクスさん経由の洗脳じゃなかった可能性あります。うわー、おしくらまんじゅうやめろや。狂信者9人ぐらいならルクスさんの全体魔法で一撃やで。かかってこいや。デビルレギオンとのバトル、お前ら集団で1個体なの？まさにレギオン。いや、ちょっと強すぎないっすか？4回連続行動で洗脳と闇魔法をひたすら使ってくるの、対処に困る。 HP も異常に高いし、闇魔法を連打してくるから闇の地層で火力が 1.5 倍になるよな。対策でどうにかなるのか、こいつ。とりあえず暁さんにクエスト完了報告するか。クエスト報酬でなんか強い装備くれませんか？ハグしてくれんの？ああ、勝手に拒否しちゃった。だいぶ暁さんの見た目好きだからハグして欲しかったが、まあ汚いか。報酬はキャンディ2つ。装備じゃないけど割と嬉しい。暁さん、これでもう終わりなのかな？ちょっと寂しいぞ。最終決戦のピンチの時に助けてくれる可能性が微粒子レベルで存在している。あ、そういえば過去に遭遇した FOE ですけど、戦ってみたらクッソ余裕でした。俺もこっちで強くなりすぎた。ウルさんとかアサルトドライブで1000ダメ出してるし。で、
その後、ミルネちゃんの闇火ダメ 0%、 洗脳耐性 85%、 ルクスさんの闇火ダメ 12%、 洗脳耐性 50% にして再戦したんですが、敵の自動回復のスピードに追いつけない。これは今は勝てぬ。いつかリベンジしよう。ふう、かなり駆け足だったけど、ゆっくりキャピタル散策編はこんなもんかな。我ながらよく10分程度に収めたもんだ。次回はウサギ村に行きますわよ。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。